私はそのヒゲ。え？剃るのやめます。山田さん現場入られます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ行きます。本番、本番。よー、スタート。はい、続けていきます。これもちょっとできる。ありがとう。はい、そうですね。その最初はちょっと緊張していたんですけども、大倉さんとか木島さんとも結構すぐ打ち解けることができまして、まあ、和気あいあいとした現場でした。バーバーって女性はどうしても縁がないことなので、なんかそのバーバーの世界に入れてすごい楽しかったです。そうですね、行きます。じゃあ行きます。よー、スタッ。大事なのはなんだっけ。なんだっけ。あのヒゲあるのとないのどっちが大事なのは整ってる。それがこのまた CM で私が言ったセリフなんですけど、整っているかでしょって言ってるんですけど、なんかその通りだなって思いました。ヒゲはありなしに実は私もあんま好みがなくて、その人に似合ってたらいいなって思っていまして、でかつ多分整ってたらより清潔感も出るじゃないですか。だからヒゲを整えている方がいいんだなって思いました。はい、ここからも上がるだけ。はい、いることです。はい、お年頃だ。お年頃だ。スタート。お願いします。今回はですね、私いつもより少しこう小悪魔っぽさを足したお芝居をさせていただいておりまして、こう、まあ、見た方がちょっとこ う心をキュッて掴めるような、掴んだ気持ちになれるようなあの CM になってたらいいなと思っております。よっ、さ、私はそのヒゲ好き。え、私はそのヒゲ好き。え、剃るのやめます。ありがとう。では本田翼さん、撮影の方以上になります。お疲れ様でした。あの、ヒゲあるのとないの、どっちがモテるんですかね。モテたいんだ。いや、その大事なのは整っていることです。はい、そのヒゲ自由に楽しむ、シック極に眩しいよ。全部剃っちゃってください。お、もう娘がおヒゲやだって。お年頃だ。私はそのヒゲ。え、剃るのやめます。そのヒゲ自由に楽しむ、シック極に。ガチュー。